跨線橋から見た駅ビルと JR ホーム、大井町駅は東京都品川区大井1丁目にある東日本旅客鉄道、東急電鉄、東京臨海高速鉄道の駅である。以下の3社3路線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は東海道本線であるが、当駅には電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では東海道線とは案内されていない。また、特定特市内制度における東京都区内に属する JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託している品川駅管理の業務委託駅。島式ホーム一面二線を有する地上駅。京浜東北線に並行して東側には東海道線の線路があるがホームはない。ホーム中央付近に中央口、品川寄りに東口と西口が存在する。品川寄りの東口と西口は線路を挟んですぐそばにある。緑の窓口、自動改札機、指定席券売機設置駅。また、大森方すぐの場所に踏切があるためあたり駅の京浜東北線の南行きは通過禁止駅に指定されている。乗り場発車メロディあたり駅の発車メロディはクラシック音楽が使われている。首都圏では発車メロディ用に作られた曲ではない曲を初めて採用した事例であり、この楽曲が導入された理由は、メロディ導入時の同駅駅長の趣味だったという。メロディを導入した極初期は、一番線で、バッハ作曲、平均律クラビア曲集の第2巻5番、2番線で、ベートーベン作曲、交響曲第8番の第1楽章の一部分が、それぞれ使用されていた。東端式ホーム一面二線を有する高架駅である。新多摩川線が開通する前は、田園都市線の起点駅だった。1999年から2006年2月まで改良工事を実施し、駅舎とホームが大きく変更され、連絡改札口がなくなった。基本的に各駅停車が1番線、急行が2番線から発着することが多い。ホーム長は6両編成に対応するものであったが、延長工事が行われ、2017年11月からは7両編成に対応するものとなった。ホームドアの設置については、品川区や国土交通省などを含めた協議がなされ、2011年度までに供用を開始するものとされた。その後、上記のほか東京都による補助金交付を受け事業化され、2012年3月3日から供用を開始している。駅長所在駅であり、大井町駅管内として、当駅江原町駅間の各駅を管理している。東急電鉄最東端の駅である。乗り場以前は2番線の反対側に校舎ホームがあった。単式ホーム一面一線が2層構造となっている地下駅である。駅部トンネルの内線路、ホーム部分は2本の単線シールド工法で、改札等の駅施設部分は改作工法で構築され、シールド部と改作部がホーム中央部分で連結されている。JR とは品川寄りと大森寄りのそれぞれの駅舎で、東急とは品川寄りの駅舎のみで連絡している。改札口から品川寄り駅舎へ向かう途中に、イトーヨーカドー大井町店の地下1階フロアに直結する出入り口がある。JR 中央口改札街と臨海線。改札街を連絡するエスカレーターは44メートルの長さがある。西隣の大崎駅と異なり、JR との改札内での乗り換えはできない。ホーム番号や自動券売機も完全に別のものとなっている。当駅から渋谷、新宿、池袋方面へは、臨海線は大崎駅から JR 埼京線に直通することから利便性は高い。ただし、運賃は、臨海線と JR 線の合算となるため、割高となる。大崎駅まででも臨海線を使うと210円、JR 品川経由では160円である。2011年公開の映画、ガンツは、冒頭の地下鉄シーンのロケが当駅で実施され、都内で初めて線路上に降りての撮影が行われた。乗り場発車メロディは、基本的に東洋メディアリンクス製の Cielo EstrelladoとWater Crownを使用しているが、当駅は2010年7月から2021年6月まで、劇団四季の専用劇場である、四季劇場、夏の最寄り駅であったことから、同劇場でミュージカルが上演されている期間に限り、発車メロディがそのミュージカルのテーマ曲に変更されていた。近年の1日平均乗降人員の推移は以下の通り。各年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。各年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。各年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅周辺には品川区の公共施設が集中している。JR 大井町駅中央口に駅ビルのアトレ大井町、JR 大井町駅東口駅舎にアトレ大井町2がそれぞれ併設されている。東京総合車両センターの出入り口が当駅の北側にあるほか、駅周辺には小規模の飲食店が多く立地する。品川区総合区民会館、キュリアン中央口の東側及び西側にそれぞれロータリーが存在している。京浜急行バス、東急バス、都営バスが運行する路線が発着する。京浜急行バス、東急トランセ、東急バスが運行する路線が発着する。なお、印の路線は、大井町駅東口停留所にも停車する。出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。